皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。では今回はですね、この帰りたいというものをやりたいと思います。これですね、リサの様子を見に行きましょう。お、頑張ってる。調子はどうだ？外に出してくれないの？出たいのか。ここは安全だろう。働かないと。ああ、分かった。よし、戻ってきた。おい、どうした？無線を無視して。悪かったな。おい、大丈夫？お、大丈夫？ほっとけ。ちょっと、やばいんじゃない？一人にしてくれ。な、熱か？頭が割れそうだ。まずいな。いや、疲れてるだけだ。お前はここで休んでろ。いいな、俺が何とかする。子守はいられよ、なんともない。くそ、考えろ、手はあるはずだ。奥さん、サラが助けてくれるんじゃない？これを探してたの。お、いいケツ。そこちょっとディーコン、集中してよ。集中してるって。はいはい。この植物はラバンドラ・アングスティフォリアっていうの。ラベンダー？ええ、でもせっかく学校で難しい学名を覚えたんだから、そう呼ばせて。学費の元は取らないとな。ほら、手を貸して。いい？まず片方の手を鼻に添えて。こうか。もう片方で茎をつかむの。なるほど。そんな感じ。そしたら優しく引っ張って。要は草むしりだろ。雑草と一緒にしないで、優しく抜くの。でも力を入れないと。そう、入れすぎないで。じゃあいい？うん、やって。そうよ、完璧。スルスルって抜けんだ。これ匂いはいまいちだな。それ持ってて、もっと探してくるわね。ラベンダー好きな人と好きじゃない人いるよね。独特な匂いだからな。なんでラベンダーなんだ？ラボのみんなはかなり興奮してるわ。ラベンダーに変異型モノテルペノイドを有する亜種があって、それがリナロールを生み出してるんだけど。わけわかんない。ああ、そういうことか。全くわかんねえ。ごめんなさい。要は化学物質が取れるの。やけどの治療に使う新薬を作るためね。お、ブーザーのためだ。薬に使う草なんて吸い込むやつしか知らなかったな。ブーザーの知り合いで栽培してるやつがいた。大麻だろそれ、麻薬じゃない。そのうちブーザーと仲良く刑務所行きね。で、他に何作ってんだ？化学兵器とかそういったもんは？作ってないわよ、少なくとも私はね。へえ。契約してるの。私の研究の軍事利用はできないってね。ねえ、ちょっと泳がない？ああ、いや、それは。いいじゃない、楽しそうでしょ。ああ、ちょっと待ってくれ。何？脱ぐのはやめなくていい。なんだそれ。どうしたの？泳げない。話すと長い。そう、だったら散歩しましょう。歩くのも好き。なあ、植物のこと教えてくれよ。本当に？いいわよ。今摘んでるラベンダーはね、外来種っていうの。それはつまり？つまりオグデンが持ち込んだってこと。他の土地からね。オグデン？誰だそれ。この辺り一帯に生えている植物のいくつかは、かつてオレゴンを訪れた探検家たちによってもたらされたものなの。その一人がピーター・スキン・オグデンって言って、この地を旅した最初の人物なのよ。白人ではだろ？あら、驚いた。そういう視点も持ってるのね。バイカーだからって偏見だらけだと思わないでくれよ。俺たちだってバカじゃない。へえ。クラブには黒人だっている。正規メンバーのな。私はこの辺境の地に来てからただの一度も白人以外の人種を見た覚えがないけど。ああ、だからそのメンバーにしたってジャックがわざわざサクラメントから呼び寄せたんだ。冗談でしょ？
もちろん冗談だ。ジムは軍隊時代の仲間で、俺が自分でクラブに引き入れた。今度クラブに遊びに来ないか？やつの作るマルガリータは最高だ。気に入るぞ。でも月曜日はいつも出勤が早いから。10時までには必ず家に帰す。約束する。そこまで言われたら断れないわね。今度はディーコンが積んでみて。これか。おい、この俺にラベンダーを積めってのか？そう、傷つけないようにして3本積んできてね。絶対潰しちまうな。大丈夫よ。よし、1個あった。やるじゃない。これか？ええ、そうよ。 OK、取ったよ。よし、積んだぞ。じゃあ、持ってきて。どうぞ。へえ、フェアウェルにも紳士は健在みたいね。ああ、まあ絶滅危惧種だけどな。ちょっと、おっと、しまった。ああ、かわいそう。なあ、それって吸えるやつか？違う、ハーブティーを作るの。死ぬほど美味しいんだから。だろうな。ちょっと、信じてないでしょ。うちまで送ってくれたらお礼に作ってあげる。ああ、いいね。きっと気に入るわよ。それじゃ途中でビールも買わないとな。思い出した。絶好調なんだよ。だってラベンダーを見つけると。あった、ラベンダーあるぞ。よし、これだ。よし、オッケー、3つオッケーだよ。ブーザーのとこ戻ろう。オッケー、よし。で、ブーザーを直そう。何個作ろう？なあブーザー、その、お、何やってんの？おい、聞いてくれよ。さっき思い出したんだが、前にさらにベアクリークへ連れてかれてさ、その時ラベンダーを積んで教わったんだ。やけどに効く軟膏の作り方をさ。よく聞け。いいか、俺は今日山で罠を処理したし、腕は絶好調なんだよ。ああ、分かった。じゃあここに置いとくよ。好きにしろ。おいな、あと何日かくれ。頼む。そしたらおめえが言うように北に行くさ。ああ、イライラしてんだな、ブーザー。はいはい、はい。ああ、どうかしたか？襲撃されたリッパーだ。やつらかなりの人数だったよ。リッパーだと？リサが心配。あんたが気にかけてた子がいたろ。ああ、リサ、待て、リサに何かあったのか？何？さらわれた。他にも3人、アルカイが後をつけたんだが、やつらベルナップクレーターにいるらしい。今人手を集めてるとこだよ。クソったれ、ベルナップ。あいつら捕まえたやつに容赦しねえぞ。すぐ助けねえと。そうだね。これか、傷つけてみろ。これどこ？あ、でもそんなに遠くはねえじゃん。よし、じゃあここ行こう。これさっきお土産持ってきたとこじゃない？これリッパーども、リサをどこにやった？ちょっとでも傷つけてみろ。いや、リサが無傷だろうと全員ぶっ殺してやる。待ってろリサ、今行く。なんかリサのか、リッパーのもんじゃないことは確かだな。どれ、なんかブルブル。あ、これか、このバッグが。そうか。ああ、足跡だ。この大きさはリサのものだな。ここを通ってったのか。リッパーども、リサを傷つけたら一人残らずぶち殺してやるからな。
あぶね。どうだ、導きは見つかったか。そいつらは死んでる。洗脳しようったって無駄だ。サプレッサー装着して。ダメだな、石。見つけた、迷いし者。誰かいる。オッケー。よし。いるな。オッケー。大丈夫だ。これが巣か、やつらの。リーサ、この中にいるのか。すげえな、これいつか終わっちゃうじゃん、これチート。いる。二人いるな。よし。何が自由なるものだ。お前らただの人殺しだろ。他は大丈夫だね。まだバレてね。ここにはいないな。一体どこにいるんだ。導きに従い、この近くにいるはずだ。歩まで時は来た。今こそその時、大いなる解放が起きた時、フェアウェルにいた。家族も友も自由なるものに。これは知らなかった。なのに今でもここで勉強しちゃうっていうね。早く全てを捨て一つになりたい。この意志は皆の意志一つなのだ。住み帰る。やつ一人か。人と共にならねば。清きお方の声を聞いたカルロス様、我々は最後のお方だ。体が震えた。お自ら導きを示してくださったのだ。後ろ向いた時はチャンスか。未来に備えなければ迷いし者に導きを、悟りを得るか、滅ぶしかないのだ。迷いし者に大丈夫か、あいつ。捨てさせねば。奴を見つけ導きを示し救済する。我らだけが道を示せる。待ってろよリサ。やつに何をされようと仲間になんて誰がなるか。どうだ、よし、これでお前も自由だな。ああ、
こんな大声出してたら見っかっちまうぞ。やべやべ、やられるとこだった。危なかったな。銃持ってるやつは危険だな。もうちょっとなんだけどな。もう見っかってたか。ダメだ、もう見っかってんだ。銃声でこう周りが気づかねえのも面白いな。ああこっちだな、こっちに違いない。高台から見てった方がいいよな、絶対に。こっからじゃ危ない、高いところから覗いていかないと。いない、向こうか、誰もいないね。うん、入り口、洞窟の中にいる。こっち、この上か。おう、この上か。この上にいるはずだ。あ、いる、もういるじゃん。ただ上に上がれないんだね。まあ大規模な戦いになるねこれは。あ、いるな。今行くからな。いたぞ。どこだ、バレてんの。あ、バレてるか。迷っている。うわ、やべ、スナイパーいる。
あぶね。よし。スナイパーいんのか。こっちもスナイパー持ってるよ。あそこがスナイパーね。やつか。さあ撃つぞ。立て。よし。やべ、外したな。よし。うわー、スナイパーいるよ。よし、オッケー。地獄で悟ってろ。よし。いたぞ。いた？ちょっと待ってね。そう。向かってる。急げ急げ。移動する。援護してくれ。くそ。オッケー。下がる。援護。くそ。どこにいる？下がらねば。どっから撃たれてる？おい、行って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 。警戒を怠んな。まあ、ちょっと待っててね。オッケー。弾だ。こんなに弾あったのかよ。まったく。あと医療キットもあった。こいつ助かる。よし。で、リサ助ける。大丈夫かい？リサ、おい、大丈夫か？あ、何されたリサ？殴られてる。なあ、おい、よし、リサ。おい、リサ、やめろ。静かにしろって。ほら、俺だ。覚えてるだろ。ディーコンだ。ゾンビが来てる。そうだ、もう大丈夫だぞ。ほら、平気か？なあ、近くにあるビジターセンターがわかるか？そこに俺のバイクがある。いいか、全力でそこまで走れ。立ち止まるな。分かった。よし、絶対止まるなよ。いいか、さあ行け。
たった100す。いや、リス、隠れろ。させない奴にぶつけろ。清めろ。導けに準じた。オッケー。オッケー、リサ、最高。いやー、あと100メートルなんだけどな。後ろにいんの？すごい強いやついるんだけど、どっから撃ってる？もうさ、これあれだよね、外しちゃっていいや、サプレッサーは。うわ、おい、制圧力すごすぎなんだけど。まだ立ったら撃つ。おい、マジかよ。オッケー、さあ行け。あの武器いいな。ちょっと待って、欲しい。これをちょっと撃ちたいな。どれ？これか。いただき。これ強いよ多分。あーでも弾ねえのかよ。じゃ持っててもしょうがねえな。こいつ、最後の最後出てくるかな。ビジターセンターに行くんだ。またかよ。 OK、 バイクのとこまで走れ。 OK、 最高。安全だ。大丈夫か？うん。ここから南にロストレイクっていうキャンプがある。タッカーのホットスプリングスキャンプとはまるで違うところだ。タッカーおばさんは嫌い。すごくいいキャンプだぞ。安全だし、きっと気に入るさ。わかった。ロストレイクってコープランドのとこか？エキ、ちょうどいいわ。エキ、聞こえるか？聞こえるなら返事してくれ。ロストレイク、応答しろ。リーコン、久しぶりだね。何の用？それは、とにかくカスケードハイウェイとオールドベルナップの交差点まで来てくれ。そこで待ってる。たくあんたね、マイクが知ったら怒るよ。あ、それな。だからスキッツじゃなくてお前に連絡したんだ。このことをアイアンマイクに知らせる必要はない。子供がいるんだ。は？まあ子供っていうか生存者だ。一人で生き延びてきたらしい。つまり何？生存者をロストレイクに連れてくるってこと？いや、俺がお前に渡すからお前が連れてくんだ。おい、聞いてるか？あ、分かったよ。今から行く。じゃあね、リッキー。あー、分かった。頼むぞ。今から行くキャンプはいいぞ。リーダーはアイアンマイクって言ってな。よく怒鳴ったりはするが、気にしなければ大丈夫だ。いいな。それから、スキッゾってやつがいるんだが、そいつに嫌なことされたら、すぐにリッキーに言え。それか、ロストレイクキャンプの医者のアディに話すのもいいぞ。
アリーはいろんな薬なんかも持ってるから、お前のその傷を消毒してくれるだろう。感染なんかしたら厄介だ。何かあった時はこの二人に助けを求めればいい。ヘマをやらかした時なんかもな。よし、元気づけようとしてるね、ビーコン。優しいんだよ。おお、来た来た。いや、リキ。ビーコン、驚いた。人を売りつけるために呼んだわけ？ああ、リサ、こいつはリッキーって言うんだ。キャンプに連れてってくれる。こんなことしたってアイアンマイクは金を払わないよ。おい、誤解するな。いいか、これは賞金稼ぎじゃない。この子を引き取ってほしいんだ。なあ、その子どうしたの？どうしたってリッパーに捕まったんだ。嘘でしょ。リサって言うんだ。私はリッキー。そうだ、釣りは好き？私はね、釣りをするのが何よりも大好きなんだ。今度一緒に行かない？よし、これから行くロストレイクは湖がすごく綺麗なんだよ。水が透き通ってて、朝に行くと魚が思いっきり飛び跳ねるんだよ。ここまで期待してな。絶対楽しいから、しっかり捕まって行くよ。とりあえず一安心だな。一安心、一安心。